さあ始まりましたリーダーの身だしなみのお時間です。この番組では身だしなみを通してあなたのビジネスの成功を演出する会社オーダーメイドスーツのマーチンがお送りします。この番組では様々な業界からゲストをお呼びして知られざる業界話やそこに行き着いた経緯、ビジネスのノウハウなどを伺います。さらにはゲストの方に身だしなみについての捉え方や身だしなみを整えることで得られた情報や体験なども聞いていきます。これを聞けばあなたの明日からの身だしなみが変わるかもしれない、そんな放送にしていきたいと思います。 CM の後、引き続き先週と同じなんですけれども、岡本優希さんにお話を伺いたいと思います。それでは一旦 CM です。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン。おいしいスイーツを食べるならハーレーカフェ、ツーリングの休憩所にハーレーカフェ、ハーレー見るならハーレーカフェ。沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場。今すぐハーレーカフェへゴー。はい、始まりましたリーダーの身だしなみのお時間です。引き続きですね、岡本優希さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しいですね、2週にはあの先週続けていくこと の、うん、あの大切さと、うん、まあ、今続けていくことは、うん、まあ、物事続けていくっていうことは、うん、無駄じゃないし、うん、辛いことがあってもそんなに辛いことは長くは続かないから、うん、先に見える未来を待って、まあ、ちゃんと続けていくことが大事なんだよっていう話なんかも伺ってきたんですけれども、うん、はい、ね、まあすごくいい放送になったのかなと。 ありがとうございます。ゆうきのいいところがよく出てだといいけど僕もこの、まあ、今回2回目の放送はちょっとこう気持ち楽にしていきたいと思って、うん、まあ、後々 YouTube に動画があるので見てほしいんですけど、うん、ちょっとカッコつけて、うん、椅子2つ並べて、うん、僕らの時代風に、そうね、何の肩書きもないんですけどやっぱりカッコつけて撮る2人して、まあこう聞いてる側には分からない情報で申し訳ないんですけど、ぜひそれはもう YouTube 見ていただきたい。YouTube 見ていただきたい、ね、いい大人がカッコつけてんなと。でも僕このラジオを始めて、うん、もう放送でこう勇気の回を2個続けて15回目になるんですかね。おお。いや、やっぱこう人と会ってくることってやっぱ面白いなと思うのと、うん、僕なんかこのラジオやってると、うん、どうしても週に1回放送がやってきちゃうから、あー、締め切り的な、うん、そう、なんかやっぱり締め切りがないと人って行動に移さないなってすごい思ったの。あー、で、週に1回やんなきゃいけないからこの人と会って収録しないと、うん、で、一人喋りしてもいいんじゃないかって勇気言ったんだけど、うん、まあ、極力頑張ってゲストを呼び続けて、うん、こう人の話を聞いていくっていうことを続けていこうかなって思って、うん、まあ、今回勇気には2週にわたって出てもらって本当ありがたいんだけど、もう俺はさ、こうやってって1週間に1回流れるから人と会って人に話を伺わなきゃっていう気持ちになってやってるんだけど、うん、結構勇気って、うん、そういう意味で言ったら、まあ、教職員になるための勉強だったりを経て、うん、来たっていうのは、うん、もちろんそこまでの目標があってやってたけど、うん、今ゆうき他にもボクシング、うん、英会話、うん、ボクシングは何年だ。ボクシングはかれこれでも今年で4年になるかな、うん、英会話は3年かな、うん、やっぱ そういうのってこう別に差し迫られてやるものでもないし、うん、なんかやれって言われたからやれてるわけでもないし、うん、よく続くんだなって思って、僕も英会話もやったんだけど、まあ、半年もたなかったし自分は続かないんだなっていうのも思ったけど、うん、まあ、ラジオは自分に合ってるなと思って、うん、かつこう納期が毎回決まってるものだから、うん、差し迫るようにやるけどやってる内容は割と好きだから続けられてるっていうのがあって、うん、その俺仕事でブログ書いたりとかもしてたんだけど、うん、それも
やっぱり目先にすぐ結果が出ないものってやっぱ人間なかなかやらない。ダイエットと同じ、すぐ結果出ると思ってみんな頑張るんだけど、今日からやるとか言って4月1日をいい気持ちにして始めるんだけど、やっぱ続かないよなって、勇気よくそんなボクシングも続くし、英会話も続くし、なんならこう学業も結構ずっと勉強してた時期も知ってるし、そういうのってどういう心持ちでやってるの？今は別にやるべきことじゃないような気もする話だけど、続けていくことに意味があるっていうようなテーマで進めていくと、どういうところが自分の背中を押してくれてるのかなって、考えてみると、ボクシングにしろ英会話にしろ全て自分の興味から始まってる。ボクシングはもともと、まあ、おがちゃんは知ってるんだけど、すごい一時期太った時期があって。そうだね、今何キロ？今ね、65ぐらい。身長が？身長173ぐらいかな。まあ細い方だね、太ってはないしガリガリでもないけど、まあ、細い方。マックスはどれぐらい？マックスは、脂肪を本当に盛る至るところに脂肪がついて75、3、4あったんじゃないかな。そうだよね。今60なんですよ。65ぐらい。一番細かった時期ってどのぐらい？痩せた。痩せた時期は、53。53。いや、なんか実は勇気結構まるまる太ってた時期があって、そこからどん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 痩せてった。で、まあ今のマインドと同じだと思うんだけど、結果続けられる人だから、始めた時にはどんどんストイックになって。もやしだけ食ってる日がある。そうね、畳とかね、お風とかね、で、そういう姿を見て俺も一時コンビニで畳しか食わないことやってたんだけど、何も変わらなかったけど続かねえから、すごいなって、これできる人多分世の中生きてて、多分何でもできる、辛い経験したことがある人って、そこまで辛いことない人っていう風にだんだん世の中が見えてくるってよく聞くんだけど、ここまでの経験したから俺特にこれ以上辛いこと起きないと思うから、何来ても大丈夫だわって言う人いるんだけど、やっぱその気持ちは分かる。分かる。少し話がそれちゃうかもしれないけど、昔それこそね、おばちゃんもこれもしてかもしれないですけど、まあ、何回か俺手術したので、その経験が何だろう、今の俺を支えている。なんか聞いていいんですか？どういうの？詳しい話をすると長くなっちゃうから、その詳しい話まではしないけれど、その噛み合わせが悪かったりだとか、体のバランスが悪かったり、したので、何回か手術したのね。で、それは俺が覚えてる限り2回してて、で、ただ、母親とかに聞くと、3回ぐらいやってるのかな、プラス1回ぐらいやってるのかな、もう記憶いないぐらい。で、なんだろうな、その、2回ないし3回、が本当になんだろうな、今思えば、辛かったなって、正直。これは、なんだろうな、その誰を責めるわけでもないね、でも、別に親のことをじゃあこれで責めようとも思わないし、別に親をね、この責めることによってその自分のその、なんだろうな、そのマイナスポイント、ウィークポイントっていうのが、その治るわけでもないでしょ。だから、そう、未練だけで、やっぱりそのなんだろうな、なんで俺こんな苦しい思いしなきゃいけないんだろうなとか思う時もあったけれど、でも考えて今はね、その時はそう思ってたかもしれないけど、今振り返ってみると、その経験俺無駄じゃなかったな、むしろなんかしてよかったなと思ってる。やっぱ手術とかするとね、麻酔かけて起きりゃ痛いしさ、ものがね、その満足に食えながらいいこともあったけれど、なんか人ってその物食べないとこんな辛いんだとか、手術した後ってよくねテレビとかドラマとかやるじゃん、で一
痛いとか言ってるけど、あこんな辛いんだなっていうのが本当実感を持って分かったから、そういった意味で人の痛みを知れた。人の痛みが分かるね、うん、でそういった意味ではすごい、なんだろうな、知ってよかったとまではなんだろう、この思えるかって言ったら、まあしなくてもいい経験だったなって、うん、だったのかなっていうのを思うけれど、やっぱり俺にしかできない経験だったのかなって、うん、思うから、あえてもうね、それはもう俺の経験として受け入れようと思って、でそういった経験があるからこそ人の痛みが分かるし、人にね、そういった何だろう、人に対する痛みだったり、そういった辛さだったりっていうのがなんか分かったので、あれ以上に辛いことはなかったなって、だからこそなんかその自分でその節制してその耐えることは俺にとってはそんな苦しいことでもなかった。へえ、なんかこのそれがもう普通になってしまえば何も苦しいことはない。むしろその制限して、その自分で制限するわけじゃん。だからもちろん苦しいよ、あのご飯いっぱい食べたいなと思ったし、ラーメンすげえもう晴れたら食いたいなって思ったけれど、自分で決めたことだからこそやりきらなきゃなって、そこがね一番難しい、俺思うけど、そう、その名だたる会社の社長って、自分が立てた目標を、会社の目標を、超えられないことが一番のストレスになるから、なんか分かる気がする。でも働きたくない時だってあるし、ね、やっぱ人間いつの時代も自分に負けてるんだなって、やっぱなんかあれだよね、その勝つ人って、その社会に出て勝つ人って、結構俺の中でその決まってる気がしてて、多分いつの時代もそのいわゆる社会で言われてる当たり前、その人に挨拶をすることだとか、自分で決めた目標は自分でその達成する、その、まあ、誓い、初めの誓いを守るっていう、そういったことを当たり前って言われることができてる人が結構社会で勝ってるかなって。なるほどね、てか基本だよね、基本。意外にこのなんだろう、やっぱ人間どうしてもさ、社会で成功してくると重りが出てくるでしょ、俺の力だからとか、なんか俺が超えたことがなんか独自の路線を貫いたからこそできたみたいな、まあ、もちろんそういった要因もあるのかもしれないけど、けどやっぱそういった人って俺は長く続かないと思ってる。やっぱこの会社が10年、20年、30年、それこそ100年続いていく人は多分基本に忠実、そのそれこそ商売やってる人、あくまで俺のイメージだけど、商売やってる人なのであれば、そのお客様を大切にする、それこそお客様第一の、仕事をするとか、挨拶はしっかりするとか、そういった、基本ってされてることをその当たり前のようにできてる人が生き残ってるかなって。それに対してそれをやってんだぞっていうのをやっぱ誇示しちゃいけないしね。そうだね、いや別に何もやってないですよっていうレベルだけど、ちゃんとできてる、でやっぱ自分がここまでやってきたのにはどれだけの支えがあってやってこれたかっていうのをちゃんと自分の中で分かってる人は強いよね。強いね。それこそさ、俺はまあね、その普段その商売って形で人と接する、その仕事で接することはないけれど、おばちゃんはそういうの結構感じるんじゃない？俺はおごりがあって調子に乗って潰れかけたことがあったこれではいけないんだなっていうのも実感として得られて、なんかこうね、話し始めて長いけど、やっぱこうわーっとお金稼げるようになってくると、なんか自分が自分の力って、あ、意外にいけんじゃんって、毎回のパターンなんだけど、28年俺振り返るとそんなパターンでしか失敗してないんだけど学んでないんだけど、その学ぶレベルがちっちゃいレベルからだんだん大きくなってくる。それこそなんか思ってる時の自分ってどんな感じ？ね、いやそれがね、失敗した時じゃないと、あの時なんであそこで冷静になれなかったんだろうって気づけないのが怖いところなんだよね。何でもやってしまっ、やっちゃった後に、いやーみたいな、あそこでなんかいつもあの二択を間違えるんだよな、こっちの道行かなければ止まなかったのにとか、そのレベルでもあるし、でもそういう時に例えばこう高い買い物して、なんか高い服着て、
で、そういうお客さんの前行って、うん、なんか稼いでるねみたいな、いやいやいやとか言いながら、うん、だんだんそういうのが募ってって、お客さんから集めたお金を借りて俺は商売してるんだって気持ちが忘れかけた時に、うん、お金がどんどんなくなっていって、うん、で、あれって言ってなんか稼いでる風に思ったけど、うん、お金ないぞみたいなことに気づけない、でも気づけないかった経験があるから、うん、今があるというか、あ、俺本当に成功してる人はその分の失敗はしてるはずだし、そうだねっていうのはすごく今勇気の言ってることはすごい分かるんだけど、うん、でもそういう時って結構夢中になってるから、うん、どうしても振り返ることができない、そういう装置があればいいな、うん、今調子乗ってますよっていうアラームかなんかあるといいよね。いいよね。やっぱさ、人間さ、その、まあ、仕事じゃないにしろさ、うん、調子乗る瞬間あるじゃん。あるね。この、まあ、私生活においても、うん、このトントン拍子でいく、うん、大体そういう時って足元すくわれるっていう、ほんとさ、ほんと面白いぐらいにそうちゃんとすくわれるんだよね。そう、やっぱりね、このなんだろう、この自分の中で俺も結構あるんだけど、このあ、ちょっと仕事もいい感じでこの褒められたし、まあ、私生活でもちょっといい感じに、その例えばね、その俺音楽好きだから、うん、ライブのチケット当たったとか、うん、あ、ちょっと今いい感じだなみたいな、うん、で、このテンションで何かに振りかかろうとすると何かしら失敗するっていう、分かるわ。だからやっぱ人生結構うまくプラマイゼロになるんだ、ね、なってる。それこそさっきの話じゃないけど、うん、今マイナスの状況でもそれ絶対プラスで結局プラマイゼロになるから、うん、やっぱ無駄じゃないよね、いろんな経験することって、うん、で、そのプラマイゼロの値が、うん、なんていうの、こう分母の数になってくるじゃん、うんうん、だから1分の1も1だし、うん、10分の10も1だけど、うん、その中での経験ってやっぱりもう経験多い人はさ1万分の1万になるし、うん、そうだね、やっぱそれって大きくしていくべきだし、それがやっぱ自分の度量だし、うん、ってことはその1万分の1万の人は、うん、1分の1が来た時に1万分の1万にするまでのノウハウを持ってるから、うん、あなたへのこう器の広げ方っていうのも教えてあげられるし、うん、とりあえず10分の10の人紹介してその人を見ると、うん、全然違う人いる、うん、で、やっぱ目指すべきは本当度量の大きい人になっていく方がやっぱ面白いし、人生どういうことが起こるか分かんないから、そうだね、そういうのも、まあ、教えられる人になるっていうのもいいことだし、うん、そうなってきた人ほどやっぱ謙虚だし、うん、すごいなって思える人ほど、うん、本当に優しくなれるし、うん、その分の経験してるから、うん、当然なんだろうなって、あ、俺もそういう時あったわって思えるから、うん、その時の気持ちになって優しくてほどきしてあげられる人ってのがやっぱり、うん、強いよね。やっぱ経験がものを言うって本当それその通りだと俺は思ってて、うん、あのね、10回なんかそれこそ10回、ま、なんだろうな、10回チャレンジして、うん、やっと10回目に成功する人もいれば、うん、10回やっても成功しない人もいて、うん、その20回30回で失敗の数が増えていく、うん、人もいるんだろうけど、そのね、じゃあでもやっぱ今の日本の社会って、うん、この早く成功した人がいいみたいな風潮あるでしょ、うん、なんか確かにそれはそれでね、今日本は資本主義社会だから、うん、早く成功すればすることまあメリットは大きいよね、うんうん、だけどなんかそれだけじゃないと思っていて、うんうん、なんかやっぱ話をしていたり聞いたりしていく中で、そのいろんな失敗だったり、うん、経験だったりしている人の方がこうなんだろう、話に深みが出るのかなって正直思う、うんうん、もちろんね、早く成功する人には多分その早く成功した人なりの哲学、うん、持ってるんだろうけど、このね、俺も結構スロースターターで、うん、なかなかこの芽が出ない、うんうん、で、そういった苦しさも分かるし、そういった苦しさを持ってる人気持ちも分かるつもりだから、うん、なんかそういった人に対してたちのこのなんだろうなこともなんか目を向けてくれる社会であるといいなって、うんうん、なんかこのやっぱ敗者の美学じゃないけどさ、うん、このやっぱ
負けた人には負けたしなりの美学があるから、うん、そこになんかその優しい目でもってフォーカスを当てられる社会になれば、うん、結構日本もまだまだ、うん、なんだな、あったかい社会になるんじゃないかなとか、うん、今ふと思ってみたり。でも俺すごくさ、うん、絶対若いうちに失敗は多い方がいいっていうのは、うん、これは俺正解だと思ってて、うん、やっぱり可愛がってもらえるっていう時期って、うん、やっぱあるわけよ。うん、そうだね。で、やっぱ20代って、うん、20代の1時間って俺の中で50、60代の10時間分ぐらいの価値がある、うんうん、この今自分たちが生きている1分1秒は、うん、年取ってからよりは今のが絶対価値があるっていうのは、うん、もう思ってて、うん、今できる経験は今のうちにした方がいいし、うん、可愛がってもらえるっていう時期は、うん、やっぱ本当に実りの多い時期だから、そうだね、挑戦してもまあまあいけるいけるまだいけるって言ってもらえる時期から、うん、もちろん遅いんじゃないかって言われないうちにやっぱ経験も多い方がいいし、うん、そういう中で俺やっぱこう人からいろいろ影響を受けて受けたものは素直に取り入れるようにしてるんだよ、うん、その中で勇気のやってることのいいなと思う一つに、うん、ご先祖ごとを大事にしてる、うん、っていうのがある。で、俺あの勇気に連れられて、うん、勇気のこうおばあちゃんのお墓、じいちゃんかな、じいちゃんのお墓に一緒についてったことがあるんですよ、うん、その時にあこう霊園ってすごく心が落ち着く場所で、うん、いいものだなってこの年にして分かったのね、28にして、うんうん、で、まあ、親からお墓どうする、なくす、それとも残すっていう話もあった時に、うん、当時の俺だったら分かんなかったけど、うん、自営業になった今やっぱご先祖に顔向けできないような仕事はしてたくないし、うん、いつの時もありがとうございますって言えるような場所っていうのがいいんだなっていうのは勇気のきっかけだったんでね。ああ、本当。そう、だから勇気は結構大事にしてる。うん、そうね。あのこれもね、おかんの教えで、うん、やっぱね、あの俺結構おかんから垂れない影響受けてんだなって、やっぱ。おかさんゲストと思ってた。多分喜んでると思うんだけど。ルーツが全部わかる。わかると思うよ。でもね、あのおかんもあの断ること言ってるし、俺も思うんだけど、うん、このね、やっぱね、やっぱこの自分たちが命をつないできた。うん、それにはやっぱりね、もちろん親の力もあるけれど、それをね、さらに遡ると、うん、ご先祖様がいたからね、うん、やっぱそういう人たちに対して感謝と尊敬の目を持って、うん、あのなんかこうね、この困った時とか、うん、このね、このなんか立ち行かなかった時にこのお墓、例えばお墓であったり、それこそあのお仏壇であったりに手を備えて、この ありがとうございますと、今日までありがとうございますって、うん、なんとか今日も無事に生き延びられましたっていう、うん、なんかそういったことだけでかなりその気持ち的にも余裕が出るじゃん、うん、やっぱ人に余裕持たせたい、余裕持たせたい時って自分に余裕がないと絶対持たせられないから、それをやることによってある種少し心の余裕ができる、うん、でなおかつそういったことってやっぱね、あの無駄じゃないっていうか、むしろそういった感謝と尊敬のね、うん、って俺はすごい大切だと思ってるんで、そういった気持ちをあのいろんな人が持ってあの行くと、このなんかね、このもっとね、このな人生よりよくね、それぞれが生きられるんじゃないかなって、うん、やっぱ感謝と尊敬の念は、この話が忘れちゃったけど、感謝と尊敬の念は忘れちゃいけないんだなって、うん、結構常にこれ思います、うん、本当にね、それはすごく、うん、で、このラジオを始めさせてくれたきっかけを持ってるこのエレキ、うん、あ、はいはい、そのラジオの時間帯にやってるんですけど、川の職員と、うんうん、エレキもやっぱご先祖ごとすごい大事にしてて、うん、もうそうですね、遡っていってるんだけど、うん、何代目まで、15代ぐらいまで遡れたってすごいんだけど、ね、すごい。でもそれ、たまたまエレキに聞く前に勇気としてお墓行った時に、うん、やっぱほんと思ったね、そこは心の休まる、うん、お墓ってそんなね、いいイメージあんまないというかさ、うん、夕道通ると怖いし、墓の近くに住みたくないっていう物件の話とかあるぐらい、うん、でも、特になんかすごく気持ちのいい場所、うん、静かだよね、すごく。そうだね、なんかそういった意味でもこのやっぱ今日本の社会ってさ、うん、さっきまあ東京、まあ、いろんな大都市ってさ、この人が多いし、あの情報が、ね、いろいろ飛び交うでしょ、うん、だからもちろんそういったところに便利もあるんだけど、やっぱり疲れちゃうから、うん、そういっ
った時にこの他に手を渡すの静かな場所に行くっていうのも、うん、ちょっとその自分のメンタル的にもいいんじゃないかな、結構おすすめしたいかな、ね、あの今日いい話がいろいろあった中で俺は続けること、うん、っていうのも、うん、いいし、まずそういった時に余裕がない人は人に余裕を与えられないから、うん、まあ、余裕を持つっていうのも大事だし、うん、そのためにはあの、まあ、一つ方法としてね、うん、それぞれみんな方法あると思うけど、俺も勇気も今は、うん、そういうご先祖様っていうのは大事にしていこうっていうのは思ったし、まあ自分を振り返る時間だよね。そうですね、今まであったことはご先祖様のおかげだし、代々こう来てるわけだから、自分もそのバトンをつないでいけるように今日まで頑張ってきたし、明日からまたよろしくお願いしますっていうのは、うん、何の妄想だか分からないけど、まあ、やっぱり最後はね、感謝と尊敬の念が一番大切かな、うん、と思う、俺は思います。僕も思います。で、まあ、こんな感じで第2回目のラジオ、うん、これも良かったかなと思うんで、うん、なんかさっき勇気がいいアドバイスくれたけど、うん、なんかもしご意見などあれば、うん、ね、番組なんかに寄せていただけると自分もこれからやっていく励みになるので、うん、まあ、自分のこと知りたいだったり、うん、あのゲストに出てた誰々さん知りたいって情報があれば、うん、あの言える範囲であれば答えますんで、うん、あの東京からやってる分ね、なかなかレスポンスが見れなくて残念なんですけど、うん、まあ、これからも続けていきますんで、ね、それこそさ、あのラジオ私出たいですみたいな人いたら面白いよね。あ、そういうのも欲しい、ね、面白いね。うん、だからぜひぜひね、そうそうそう、聞いていきたいと思います。なんか自分でチャンスをね作ってほしいなって思います、うん、すいません、2回もありがとうございました。いやいや、とんでもない、楽しかったです。いや、楽しかったです。ありがとうございます。あっという間の時間で。そうだね。よかったです。はい、1時間やってもらいました。ゲストは岡本ゆうきさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。パーパラピッピ、パーパラピッピ、言葉も